皆さんどうもお疲れみ。はい、ということで私の大好きな大好きな大好きなシドのニューシングルほうき星が発売されました。おめでとうございます。私は発売日の12月23日に渋谷のタワーレコードに行ってきました。そしてじゃん、買ってきました。私は初回生産限定版を購入しました。 CD と写真集が付いています。今回ね、紙ジャケットになってます。普通の CD のサイズよりちょい大きめのサイズで7インチらしいです。こういったイラストが表紙になってます。ちなみに通常版は CD のみになります。では早速開封していきます。久々のさ、このシド関連の動画だよね。はぁ、開けます。オープン。あー、やばい、手垢つけたくない、どうしよう。手垢つけたくない、うわー、触りたくないよ、もったいないよ。あ、綺麗。こんな感じで、あの PV のほうき星の PV のあのライトみたいなイメージですかね。綺麗。そうなんだ。あ、歌詞カードこんな感じだ。3曲今回入ってるんですけど、3曲ごとにこうやって分かれて入ってて、裏に歌詞が書いてあります。うわー、なんかエモいよね、今回のさ、ジャケット、まさにエモーショナルって感じで、これがフォトブックですね。うわー、中は見せませんよ。全員かっこいい。こんな全員かっこいいバンドある？やっぱシドはさ、衣装がさ、本当に。気になる方はぜひ買ってください。そして今回なんとね、この CD を買った人はハガキがついていて、シドからのお年玉あげちゃいます、スペシャル配信番組の抽選応募ハガキが入ってます。なのでなんかメンバーが選んだお年玉が当たるっていうのと、1月22日までに応募するみたいなので、もう私今から書いて速攻応募します。で、そしてタワレコで購入した人にはポスターがついてました。メンバー4人と全員の5種類の中からこう見えない中でこうやって選んできました。さあ今回は誰かな、ドキドキ。唇で分かっちゃった。にしよう。あー、幸せー、やったー。メンバーね、誰が出ても嬉しいんだよ、誰が出ても嬉しいんだけど、特にね、マオニャンが出たというのは本当に幸せなことです。ありがとうございます。ね、今回のこのほうき星っていうシングルは、コロナ禍でいろんな世界の状況が変わったり、音楽シーンの流れとかが変わったりしたっていう中で、シドとファンの絆をこういう曲に込めましたっていうシングルになっているようです。あの YouTube で配信された時、聞いた時めっちゃ泣いた、めっちゃ泣いた。なんかもうあのね、だからこの人たちを好きになったんだなっていうのが改めて感じました。なんか音楽ってこう、前に進もう、元気を出そう、ポジティブに行こうみたいな歌詞の曲がすごい多いと思うんですよね。でもシドの楽曲って結構、頑張らなくても立ち止まってもいいんだよとか、前に進めないんだったら今を楽しめばいいじゃんとか、前にも進めない、過去にも戻れないんだったら今のこのゼロの状態を楽しもうよみたいな曲がすごい多いんですよね。で、なんだろう、こうポジティブの押し売りをしてないみたいなところが本当にね、励まされるんですよね。
なんか背中を押すっていうよりも背中をこう支えてくれるみたいな曲が多いから、あ、好きになったんだったなっていうのをすごい思い出しました。 PV もね、すごい、ほうき星っていうタイトルにぴったりの星空みたいな、夜空の中みたいな、すごい綺麗な映像で仕上がっているので、もうぜひ見てください。もう概要欄にリンク貼ってきます。で、2曲目のサイレンはなんかちょっとこうシリアスな感じというか、今のコロナでズーンってなっちゃってる日本とか世界の状況を表しているようなメロディーで、無理してなんか明るい方を見るっていう感じじゃなくて、もう落ちたい時は落ちるとこまで落ちましょうみたいな感じの、こうどっぷり浸かるような感じの曲です。で、3曲目の声色は、まず綺麗なメロディーっていう感じ、会いたくても会うことができない男女について歌った歌なんだけど、今そういう人ねいっぱいいると思うんだよね。別に恋人とかじゃなくても、好きな人とか家族かもしれないし、友達かもしれないし、いろんな人にね当てはまる歌詞になってるんじゃないかなって思います。やっぱりタイトルになってるほうき星をね一番私は聞いてたんですけど、実はねこの3曲目の声色がすっごい泣けるんですよ。ぜひ歌詞カードとともに聞いてみてください。この3曲入ってるのを、バンドメンバー全員が1人1曲作曲して、曲をね待ってたファンからしたらもう最高ですよね。もうみんなが嬉しい、みんなが幸せ、そんなシングルになってます。なのでぜひチェックしてみてください。私は誰で、1月14日には結成記念のライブ、配信ライブがあるので、もちろん私も参戦しますので、とっても楽しいです。久しぶりにシド関連の動画でした。いかがだったでしょうか。まだね CD 買いに行けてないよとか、渋谷は遠いから特典見れなかったとか、自分は CD じゃなくてサブスク派なんだみたいな人がちょっとでも楽しんでいただけたら嬉しいです。それではこの動画を見て自分も行った気分になれた、その曲聴いてみようかなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れビー。え、どうしよう、マオが出たんだけど本当に嬉しい、どうしよう。あー。